アグフア・ゲバルト・ベルギー工場。ヘファールトの名を持つタグボート、リーフェン・ヘファールト号、アントワープ港。リーフェン・ヘファールトは、ベルギーフランドルの実業家、事前家である。ドイツとベルギーの多国籍企業、アグフア・ゲバルトの前身の一社リーベン、ゲバルト紹介の設立者であり、日本では、リーベン・ゲバルト、リーベン・ゲバルトとも表記される。 1868年5月28日、ベルギー・フランドルのアントウェルペンで生まれる。満3歳の頃に父親を失い、満21歳になる1889年に、母親と共に写真館講師製造の個人事業を始める。1894年、同事業を行う企業、リーベン・ゲバルト紹介として、アントウェルペン氏に登録する。従来の写真出版に代わる。 カルシウム観光紙を開発、観光紙に写真入材を塗布するシステムを半オートメーション化し、1897年にはアントウェルペン州モルツェルに工場を建設する。1905年には新たに工場を建設する。ローマ教皇レオ13世が1891年5月15日に出した会直レールムのバールム、 およびローデウェイクでラートの著作の影響を強く受けた考えを持っていたフランドルの主権をめぐる運動に加担したが自らも政治の外側に置き続けたオランダ語を商業の言語に導入することに尽力しフランドル人のエリートを生み出すためのオランダ語教育に力を注いだ1926年フランドル商工会議所を創設初代会頭に就任する 1935年2月2日、オランダのデンハーグで死去する。満6 6歳没。没後29年の1964年6月1日、リーベン、ゲバルト紹介の更新、ゲバルト写真製造は、アグフアと合併し、現在のアグフアゲバルトを形成する。合併前の同社は、映画用フィルム等の業務用に注力する、写真技術の企業に成長していた。 アッグフアゲバルト本社は2012年4月現在もヘファールトが工場を定めた地に存在する。ルーベンカトリック大学との協力のもとにその名を冠したリーフェンヘファールト写真研究所があり、同大学の出版部門がその名を冠したリーフェンヘファールト総称を刊行している。2005年には主要なベルギー人フランドル版で33位に選ばれた。 リーフェンヘファールトに取材したドキュメンタリー映画が存在する。ありがとうございます。